続いてはこちらです。タニカの先輩をタジタジに。舞台パコの制作発表記者会見が行われ、初舞台で主演を務める谷香音ちゃんや西岡徳馬さんらが出席しました。この作品は2008年に公開された映画パコと魔法の絵本の原作舞台なんです。つまりもともと舞台の方が先だったんですね。舞台は初めてで緊張してるんですけど、自分らしいパコを演じられるように頑張ります。と少し緊張気味のカノンちゃんでしたが、稽古場では全員あだ名で呼び合うほど仲がいいそうで、思わずこんな暴露も。えいちゃんはいつもおでんを買って食べてて、いつもすごいいい匂いがしてバラされちゃった。あのおでん食べててそうなんですよ。ベイちゃんの匂いはおでんの匂いだね、ちゃんね。ナッチじゃなくてベイちゃんと、カノンちゃん稽古場で呼んでるんですね。可愛いです。